ソーダをご覧の皆様こんにちは、こんばんは、ミルバケッサでございます。というわけでね、今すっぴんなんですけど、ちょっとそれは置いといて後で説明しますね。まずこちらをご覧ください。ドゥーン、ヘアティントということでね、今巷で流行っているヘアティントっていうものらしいんですけど、眉ティントとか、あとあのリップティントっていうのはよく聞くと思うんですけど、髪に色を入れるトリートメント剤なんですよ。普通のヘアカラーとは違ってトリートメント剤なんで、髪の毛が傷まない、そしてサラサラになるっていうことでね、今有名なものなんですね。どれが一番色が入りやすいかなって分からなかったんで、とりあえず今回は4種類買ってみました。まず1種類ずつ見ていきましょう。まずこちら 3CE のヘアティント、ローズブラウン、ホリカホリカさんの紙ティントピンク、エブリーさんのカラートリートメントのピンク、エンシェールズカラーバターフラッシュピンクです。ということで、ね、今回ね、あのピンク縛りで買ってきてみました。どれがね、どんだけ発色するのかっていうのがね、まだわからないので、とりあえずこれをやっていきたいと思います。で、こちらの使い方なんですけど、まず髪を、シャンプーで洗います。その後タオルドライで水気を取ります。そしてこれを塗ります。だいたい10分から20分ほど、ものによっては20分ほど放置するってことですね。で、その後しっかりすすぐということです。なので、まあね、どれが一番色が入りやすくていいのかなーっていうのはちょっとね、検証していきたいと思います。ではレッツガー。で、とりあえずもうあの見ての通りシャンプーはもうしてきてるんですよ。で、あのタオルドライもしてきてるので、早速色を入れてみたいと思います。ではまずこの紙ティントから、はい、まず出てきたのがチューブ、それからこれ多分ね、手袋ですね。色を入れるための手袋です。手袋をアン、こちらも手袋をアン、よし、では早速塗っていきましょう。これが紙ティントのやつですね。紙ティントのピンク。ではまず液剤の色を見てみましょうか。こんな感じでちょっと透明感のある濃いピンクですね。じゃあこれを適量取って、多いかな、まあいいか。で、こっちの前半分に塗っていきます。よく伸ばして、じゃあ塗り込みます。で、あの私全く髪を染めてない、地毛の真っ黒黒の感じなので、それでどれだけ色がつくかっていうのも見たいですよね。で、香りはね、あの染め剤みたいな強い香りは全くしないですね。トリートメントのなんか匂い、トリートメントなんだろうなっていう香りがします。はい、ではまずここ一部分に紙ティント塗っていきました。これで放置ですね。次はこちら 3CE の、ローズブラウンですね。こちらを入れていきましょう。あのね、ローズブラウンってだけあって、こっちの方が色が濃いかもしれない染め剤。はい、どうぞ。ニュル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 、真っ赤っかー、すごいね、これは色が入りそうだっていう感じだわ。さっきのとは全然違う、真っ赤だ。じゃあこれも塗っていきたいと思います。香りはね、石鹸みたいな匂いがしますね。やっぱり染め剤じゃないから、それほどきつい香りじゃないですね。本当にトリートメントの香りなんだろうなっていうやつですね。エブリーのカラートリートメント、これを前の方に塗っていきたいと思います。なんかレビューを見ると、これが一番なんか色入りづらいみたいな感じで書いてあったけど、どうなんだろう。なんかそれだけ優しいみたいなんだよね。あの、手袋をしなくても使えますって書いてあった。だからもしかするとこれは入れたカラーをあの保持するためのものなのかもしれないね。ちょっと一回出してみます。あ、でもかなりドピンクだよ。かなりドピンクだね。結構いい色してるよ。うん、あまり強い香りじゃないね。では最後こちら、エンシェールズカラーバターのフラッシュピンクですね。これはお試し版のものを買ったので、どうせなんで全部使っちゃいましょうか。これね、残しておけないやつなんで。よいしょ。
ゃあ中身あーぶーすごい色すごい色だよ。これが全部全量ピンクの中で一番濃いのがこれだったかな。じゃあこれも塗っていきたいと思います。もう塗ってるのが分かる感じ。でも本来こんぐらい塗んないともしかしたら入らないかもしれないね色。どうなんだろう。はい、というわけで4つ全部塗っていきました。ではこれで20分放置していきたいと思います。はい、では20分置きました。ちょっとね20分置いたらあのカラーバターのところがすごいね匂いが強くなってるんだよね。あの量が半端なかったっていうのもあるかもしれないけど20分置いたけどまあ真っ黒だよね。そんなにね傷んでもない毛だから色がこれで入るのかちょっと微妙なんですけど、これ水で流してちゃんとブローした後出来上がりっていうことなんでねブローまでしてこようと思います。はい、というわけでブローまで終わらせてきました。じゃあちょっとね成果を見てみたいと思います。ではまず後ろから半分に分けて、はい、ではまずこちら紙ティント、紙ティントはこんな感じです。じゃじゃん、これ光に当てるとちょっとピンクが見える感じですね。結構こう見ると真っ黒なのに染まってはいる感じしますね。こう染めてないところと比べるとここまで黒くてこっからはね色が入ってる感じでちゃんと色は入ってますね。うん、で香りはほのかに残ってる感じですね。でなんといってもね染め剤じゃなくってこれトリートメントなんでサラサラなんですよ。びっくりするほどツヤサラ、すごいね。ね、でこれがね確か一番色が薄い染め剤だったんですけどこう見ると結構入ってるよね。でこっち 3CE のヘアティントです。こっちはね確かローズブラウンでちょっと暗めの色だったんだよね。あ、真っ赤っかな色だったんだよね。なんでこっちのピンクに比べると若干薄い感じかな。ほらでもやっぱり色入ってるのはわかるよね。ここまでが黒くてこっからが色入ってるよね。色もやっぱり若干違いますね。こっちの方が明るい茶色でこっちの方が赤っぽい黒い茶色になってる、うん、やっぱり色も違うんだね。こっちはねほぼほぼ匂いが残ってません。でこれもねサラサラでいい感じですね。まず前の部分がこのヘアカラーピンクっていうやつですね。これもね結構色入ってるよね。どうやったら見えるこうかなここまで塗ってなくてこっから塗ったやつね。こう見るとやっぱりちょっと茶色い感じになってるよね。よーく見るとピンクっぽいのこの蛍光ピンクみたいな色だったんですけどこんな感じでねちょっとピンクかなっていうの分かる感じだよね。これも色は入っていると思われます。でもちろんこれもトリートメントなんでねほら見てこのツヤすごくない？いいよね。でこっちの後ろ側の髪の毛がもうドピンクで一番濃かったやつだね。これが、ヘアバターっていうやつですね。こんな感じで、こっちもちゃんと色は入ってる感じがしますね。これも、こうかな？こうやるとわかるかな？あ、でもこれが一番わかりにくいかな？色入ってる感じが。この部分が入ってなくて、ここから入ってる感じだよね。でもね、こう、なんだろう、こうふわーっとさせるとほらちょっと上の方ピンクなのわかるかな。ほらこのほらこの部分ほらこの部分ちょっとピンクじゃない？若干ほらわかりづらい真っ黒な、ね、髪の毛に色入れてるからねわかりづらいんですけど
両方ともちゃんと色は入ってる模様でしたね。まあただ真っ黒な髪の毛に入れてしまっているので、ピンクというよりもまあ若干茶色、これもしかしたら何回かやってるうちに色はちょっと分かりやすくなっていくんじゃないかなっていう感じがしましたね。匂い的に一番マイルドだったのはこれかな、紙ティント、これが一番あの薄い色で、確かあそうだね、液剤が一番薄い色で、であの匂いもそんなに強くないタイプでしたね。一番強いのはあの一番最後に使ったここのヘアバターのやつですね。まあ量も多かったっていうのもあるし、一番なんかあの染め剤っていう匂いが強かった気がします。でも洗い終わるとそれほど強くない感じですね。あほらほら、なんかパラパラってなったところがちょっとピンクっぽく見えるね。はい、というわけで、今流行りのヘアティント試してみました。これね、あの傷んだ髪とか、あとは色を抜いている髪にはもう本当に綺麗にピンクが染まるようなので、でヘアティントっていうのはあの染め剤とは違って、まあ2週間ぐらいで色が落ちちゃうようなものらしいんですけれども、例えばまあ社会人でそんなにね滅多に髪を染められないよっていう人とか、あとは夏休みのね学生さんとか、ちょっと遊びたいからね髪の色変えたいなっていう人も、髪を傷めずに色を入れられるっていうものなのでね、ちょっと試してみてはどうかなと思いました。結構楽しいと思います。で、あのもしねあのしっかりと色を入れたい人は1回じゃなくって、まああの3日に1回とかそれぐらいで使うと結構はっきり色がわかると思います。というわけでね、まあ楽しかったんで、まあどれも結構入ったね。これ入りにくいって言われてたけど、これこのね前の部分もちゃんと入ってるし、ほらほらちゃんとピンク入ってるよね。こうやるとわかるよね、ほらピンク入ってる。うん、であの個人差があると思いますので、ぜひぜひしっかりねレビューとかも読んで、選んでみてはいかがでしょうか。というわけでミルボケストがお送りしました。もしお面白そうだね、使ってみようっていう方はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。それではまたね、アデュー。西日置きをアニメ論争。